はい、今回は Q&A コーナーの減量期についての動画です。早速質問を見ていきます。減量中に停滞期になった時はどのようにして減量を続けてますかという質問です。これはですね、まず停滞をしないように段階的に食事量というのを落としていきます。例えば炭水化物を、増量期の最後の方に 500g ぐらい、脂質を 100g から 90g ぐらい、タンパク質を 150g、このぐらい摂取していたならまずは脂質を落としていきます。ここを 30g 落とすだけで 270kcal 落ちます。さらに炭水化物を 100g 落とすと 400kcal、 脂質と合わせて 670kcal、 これなら無理なく落としていきます。ここで1ヶ月で3キロほど落として停滞したら、またさらに脂質 10g と炭水化物 100g っていう風にして体重をまた落としていきます。でここでまた3キロ落として停滞したら、今度は有酸素を30分でっていう風に段階的にこう落としていって、有酸素運動も段階的に増やしていくような感じにしていきます。あとは、炭水化物を 50g 減らして、その分タンパク質を 50g 増やすとか、そういう風にしていろんな手を使って減量を停滞しないように、停滞したら次のステップに進むっていう風にして、減量していきます。よくありがちな間違いとして、間違いというか失敗として、例えば一気に炭水化物を今まで 500g 取ってたのに、100とかまで一気にドーンと落としちゃうと、最初はすごい落ちるんですけど、1ヶ月とかそれを経たないうちに停滞して、そこからもう何もできない、またあと有酸素を増やすだけとかなっちゃうので、必ず段階的に落としていきます。人間は恒常性、そのホメオスタシスといって環境変化に対応しようとするので、一気にカロリーを減らしてしまうと、そこに慣れてしまって環境に適応してしまって、消費カロリーの自分の基礎代謝とかを減らしてしまいます。その生物っていうのは飢餓と戦ってきた歴史があるので、飢え死にしないように、摂取する食事量が減ってしまうと、筋肉とか代謝とかを減らして、そのなんとか生きようとします。逆に飽食には弱くて、食べ過ぎるとすぐ肥満になったり、糖尿病とか高血圧とか、そういう生活習慣病になるようになってます。なのでこう段階的に落としてあげることで、こう適応してもすぐまた落としてあげるっていう風にして、体が適応しないようにしていきます。でこの減量幅が大きいと、段階的に落としていっても落とさないリスクっていうのが出てくるので、なんでこう今流行ってるリーマルク、なるべく体脂肪をつけないようにして、減量中もそこまで減量幅が大きくないようにしていきます。で前の動画でも言ったんですが、始めたばかりの初心者以外で年に1、2キロ増えれば大成功なので、それなのに体重が同量期の時に10キロも20キロも増やしても、それは体脂肪でしかないので、また減量に入ってから減量が長引くとか、減量幅が大きくなって最後まで絞れなかったとか結構あるので、減量を停滞させないために、計画的な増量っていうのも必要になってきます。でリーンバルクのカロリーの計算方法とか、そういうのについてはまた以前動画を出してるので、そちらをご覧ください。でやっぱりこう最後まで減量する、しっかり減量するためには計画的な減量と計画的な増量が必要になってきます。で個人的にはその初心者でもないのに、減量幅が10キロ、減量終わって10キロ以上増やしてもまた減量が厳しくなるっていうのと、インスリン感受性とか体の反応が悪く、増量に対して悪くなってしまって無理に増量する意味っていうのもないと思うので、個人的には10キロ以内に収めた方がいいと思います。その増量の幅と減量の幅を10キロ以内に収めた方がいいと思います。でこの他の質問でも、この減量期と増量期の期間について聞かれたんですが、これはもう10キロ以内に収めるってことが大事だと思います。何ヶ月もこう増量をして無理に増やすとか、その無理に増やした分何ヶ月も減量するとかではなくて、10キロ増えた段階で減らしていくという風にした方がいいと思います。体重が10キロ以上増えすぎたら減量に入るとか、体重が増えなくなったらまた1回減量に入るとか、そういう風にしていきます。そうすれば期間を決めることなくやっていった方がいいかなと思います。例えば、2週間増量して1週間減量とかでも全然いいと思います。むしろこう増えないのに無理やり食べて増やしてっていう風にすると、食べるのも大変ですし、減量大変になったりするので、一旦減量してまた食べるっていう風にした方がいいと思います。増量と減量をしっかり切り替えるのは一緒なんですが、こう何ヶ月も、例えばオフシーズンは全部増量で、試合が近くなったら、大会が近くなったら減量っていう風にする必要はないです。10キロぐらい増えたら減量して、1ヶ月減量して、また3ヶ月増やして、1ヶ月減らしてっていう風にした方がむしろいいと思います、はい、そうやって10キロ以上増えたらちょっと 2、3キロ減量してっていう風にした方が、その夏前とか大会前の減量幅を10キロ以内に収めやすいので、むしろいい結果になると思いますし、僕もそういう風に調整はしています。あまりこう減量前、大会の減量前とか夏前の減量前に20キロもならないようには最近気をつけて、そういう感じで
減量中はなるべく段階的に継続的に落として停滞しないようにする。でそのためにやっぱり増量も計画的にもう20キロも30キロも増やしても全然意味がないので、まあ、10キロで収めて増えすぎたらまた少し減量するっていう風にした方がいいと思います。次の質問いきます。これも結構あったんですが、なるべくタンパク質は鶏肉で食べた方がいいですか、プロテインシェイクで飲んだ方がいいですか、違いがあるのか知りたいです。で個人的には増量期の時はこの2つあんまり変わらないかなと思います。鶏胸肉で食べてもプロテインシェイクで飲んでもそんなに違いはないかな、増量期の時はそんなに違いはないかなと思います。まあタンパク質のその均合成の実験とかではだいたい保栄のプロテインシェイクが使われていて、保栄のプロテインシェイクを飲んだ場合しっかりとその血中のアミノ酸濃度も高まりますし、均合成のスイッチがオンになるっていうのはもう前提で結構話されているので、別にプロテインドリンクでもしっかり筋肥大をすると思います。もちろんトリアムデン抜きでも筋肥大はするので、増量期の時は別にどっちでもそんなに大差はないかなと思います。まあ、できるだけトリアムデン抜きが食べたいかなっていうぐらいで、そんなにこの2つに違いはないと思ってます。やっぱり食が細い人とかは鶏胸肉を食べちゃうと他でも入らなくなるっていうのがあるので、食が細い人はそのおにぎりとプロテインとかでも全然いいと思います。逆にですね、減量の時は鶏胸肉を食べた方が食べた感があって、食事量、まあ、全体の食事量摂取カロリーが減る傾向があるので、減量期の時は鶏胸肉を食べた方がいいかなと思います。これはよく噛むので食べた感じがあるのと、あと生姜に結構、鶏胸肉の方がエネルギー DIT を使うので、減量期はなるべく鶏胸肉から食べた方がいいかなと思います。ただこれも結構同じ摂取カロリーにするならそんなに大差はないかなと思います。なので増量期で食が細くない人は鶏胸肉から、食が細い人はプロテインドリンクから、逆に減量期は食が太い人っていうのは逆にじゃないか、食が太い人っていうのは鶏胸肉をいっぱい食べてあんまりプロテインドリンクを飲まないようにしてっていう風にすればいいかなと思います。で筋肥大に関しては本当に別にどっちも鶏胸肉も優秀ですし、ホエープロテインも優秀なので、そんなにこうプロテインドリンクだから筋肥大しないってことはないと思います。だって僕の場合は鶏胸肉を食べられる時っていうのは結構まあ時間的に余裕があってトレーニングも充実するので、鶏胸肉食べてる時期の方が体が良かったりするんですが、それはまあ時間的余裕があるからであって、鶏胸肉食べてるからとかではないと思ってます。まあ、トレーニング前とかトレーニング直後に鶏胸肉食べるとやっぱ消化に悪かったりもするので、そういう時はプロテインドリンク飲んでもらえばいいと思いますし、やっぱり忙しいとおにぎりとプロテインとかなると思うんですけど、それでも全然いいと思います。そんな感じです。